白鷹、白鷹は、日本海軍の不設艦、旧接盲艦。日本海軍が保有した、最初の旧接盲艦、同時期に、燕型布設艇も収益。純粋な防戦盲不設艦としての世界最初の、建造にもなる。軍艦、白鷹は、昭和初期に竣工した日本海軍の不設艦、接盲艦。対潜水艦用の防戦網を不設する艦艇だが、 通常の機雷不施も可能である。日本海軍の正式な類別は、不施艦。艦名の、白鷹は、羽毛が白身を帯びた鷹の総称で、初代は明治から大正時代の水雷帝、白鷹。不施艦、白鷹は二代目。日中戦争では、中止方面へ進出。太平洋戦争開戦時は、フィリピンやセリベス島など、東南アジア方面で行動。 1942年、昭和17年8月上旬より、第8艦隊付属となり、ソロモン諸島やパプアニューギニア方面で、付設任務、輸送任務、護衛任務に従事した。1943年、昭和18年11月中旬、新編の第9艦隊に所属した後、1944年、昭和19年4月より第1海上を護衛隊に編入されて、 戦団護衛任務に従事。8月31日、米潜水艦の雷撃により、バシー海峡で沈没した。第一次世界大戦で威力を発揮した潜水艦に対する対策の一環として、港湾基地や水道に展開する防戦網、機雷と不評のついた網が考案され、これを短時間で付設する専用の艦種、急設網艦がめられた。白鷹は、大正12年度計画。 当初計画時は5000トン休館だったが、最終的に駆逐艦並みの基準排水量1345トンに縮小された。1929年、昭和4年、本館は、ツバメ型付設艇、ツバメ、カモメと共に完成した。軍艦であるため、菊五門章を備えるが、艦首端に防戦網用重用装置があるため、五門章は、艦首両側についている。 基本計画番号は H-2 と推定されている。14式防線網、急節網、90式機雷240個付き6回離分、もしくは5号機雷100個を搭載できた。船体は、艦首の視野は、ほとんどなく、上艦パン減速には、低いブルワークが、艦尾まで続き、艦尾は大きく、後方に張り出していた。艦内の一般配置は吹雪型駆逐艦に準じて、 計画され、環境や、マストも同型に準じている。網子は、全部戦争甲板に2箇所、五部下甲板に2箇所、同戦争甲板に3箇所、付設軌道は片源に、内側から、不評設置用、九十式嫌い用、五号嫌い及び備賃、重り設置用の3条、両源で、計6条が、完備まで同設され、網の付設ために、楼と上は、ほとんどが、 機幹板となっていた。艦備には網設置式書を設けた。尾砲は45口径10年式12センチメートル広角砲3門縦はなく、全幹板に1門後部状構え状に2門が前後に設置された。また12ミリメートル単装機銃1丁は、艦橋前の機銃台上に設置した。復元性能は、日本海軍艦艇の中で一番悪く、 搭載艇の上げ下ろしだけで艦が揺れたという話が伝わっている。とも鶴事件後の1934年、昭和9年に、呉海軍交渉で性能改善工事を受けた。環境を一パン下げ、煙突、マストを短縮、短焦灯の位置が低められた。また深さ 700mm のバラストキールを設置し、艦艇に搭載した固定バラストと合わせて、 バラスト重量は130トンになった。微砲は2番砲が撤去され、六月型駆逐関東が採用した45口径3年式12センチ砲2門に乾燥された。この工事により工事状態で、排水量1619.9トン、平均喫水3.260メートル、満載状態で、排水量1816.6トン、平均喫水3.473メートルになり、 レンジは、格子状態で115度に改善された。1940年、昭和15年に、大港工作部で、特定修理を行った際に 12mm 基銃1丁に、変えて 13mm 連装基銃2機を搭載した。位置は 12mm 基銃撤去後に1機、2番手法の直前に1機だった。1943年、 昭和18年6月の修理時に美砲を40、口径3年式8センチメートル広角砲に、乾燥25ミリメートル基準の増備、爆雷搭載数増加、爆雷投射器、水中単身技装備等の改修を実施、同時に不設関係装備を撤去したとされる。以降は、戦団護衛任務に従事することになった。1944年、昭和19年4月にも、 対空機銃を装備。さらに40後八89式 12cm7 広角砲装備の要望が出されたが、実施されないまま沈没した。この時の対空兵装はとなっていた。また21号電弾を環境天外に装備した。予算上の都合から、後継艦、初高型旧接網艦と異なり、本艦は沈没するまで石炭戦勝で黒煙を出した。このため、 潜水艦に発見されやすく、当時の海上護衛総司令部参謀、大井厚子中佐は、こんな艦護衛艦に使わねばならぬところにも、当時の護衛艦不足が反映していた。と回想している。1927年、昭和2年11月1日、日本海軍は建造予定の不設艦を、五福島、旧設盲艦を、白鷹と命名する。同日で2隻、五島。 白鷹は、官邸類別等級表に記載。白鷹は旧説盲館に類別された。ただし、旧説盲館という館主は1929年、昭和4年3月23日に削除され、本館は改めて不設館に類別された。同年11月24日、白鷹は、東京石川島造船所で寄港。1929年、昭和4年1月23日、 石川島造船所の白高木総院事務所は事務を開始する。1月25日、浸水。同年4月9日、竣工同日府で白高木総院事務所を撤去。クレチンジュ夫婦。1937年、昭和12年7月以降の日中戦争、シナ事変では、第三艦隊に所属して中国大陸沿岸部に、進出、同方面で行動した。 この他にも、内地で、クレチンジュフ防備戦隊機関に指定されることもあり、1939年、昭和14年11月10日から12日にかけて、クレ防備戦隊機関を臨時に、カゲロウが宅地区間一番艦、カゲロウと交代した。1940年、昭和15年11月15日、白鷹は、第二艦隊、第一根拠地帯に編入。 続いて1941年、昭和16年4月10日から第三艦隊、第一根拠地帯に編入された。同年12月8日の太平洋戦争開戦時、本艦は、第三艦隊機下の第一根拠地帯機関だった。ダバを、ミンダナオ島やケンダリ、セレベスト方面で行動する。1942年、昭和17年3月10日、第二。 南伊達艦隊機関第21特別根拠地帯所族となり、スラバヤ方面で任務に従事した。同年8月5日府で、白鷹、当時スラバヤ方面は、外南洋部隊、指揮官第8艦隊司令長官三河軍一中将に、編入。9月6日にラバウル、ニューブリテン島に到着。日本海軍の拠点ショートランド白地、ショートランド諸島に、 防戦網を設置する。11月13日には、ショートランド白地にて、第3次ソロモン海戦第1夜戦に参加した、白津湯型駆逐艦6番艦、サミダで第2駆逐隊より、同海戦で沈没した白津湯型4番艦、夕立生存者の一部を、白鷹が収容している。続いて本艦は、カビエン、ニューアイルランド島やウェワク、ニューギニア島北岸方面で行動した。 12月29日府で第8艦隊機下の第2根拠地帯に編入。1943年昭和18年2月26日、本艦は上枠で爆撃を受け損傷する。トラック白地とサイパンを経由して日本本土に戻り、3月29日から6月17日まで、クレ所在、同地で修理と整備を行う。この修理時に、対空。 対戦能力を強化した一方、不設関係の装備を撤去したという、6月25日、パラオに到着、最前線に復帰し、輸送及び、護衛任務に従事した。同年11月15日、日本海軍は、東部ニューギニア方面防衛を主任務とする、第9艦隊、司令長官、遠藤金一中将を新設、白鷹と、影老が駆逐艦二番艦、白塗は、 第9艦隊護衛部隊に所属した。1944年昭和19年2月26日、白鷹はパラオ出発3月6日にご到着。4月5日府で本艦は第9艦隊から第1海上護衛隊に編入。以後は戦団護衛に従事し、竹一戦団の護衛部隊機関第6護衛戦団司令官梶岡貞道少将。 参謀、今里義満大佐としても行動した。同年7月31日、文字を出撃。高尾市、台湾方面で、戦団護衛任務に従事する。8月31日、米潜水艦、シーライオン E の来撃により、白鷹は、地点、シー海峡で戦没した。10月10日、白鷹は、不設艦及び、帝国軍艦跡から覗かれた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。